コシジフブキ、旧姓、コウノ、1924年2月18日から1980年11月7日は、日本のシャンソン歌手、舞台女優。元宝塚歌劇団、トップスター。愛称は、コうちゃん、こっシー。所属レコード会社は、日本コロンビア東芝音楽工業。1924年に、 東京府東京市高島地区に5人兄弟の3人目として生まれたが、両親が姉の看病に専念するため、腰地は祖父母のもとに預けられた。その後、父が新潟へ転勤し、腰地も新潟で下宿した。これが腰地吹雪の芸名の由来となった。長野県飯山高等女学校を中退し、宝塚音楽歌劇学校に入学した。子供の頃から、 歌が好きで、ラジオから流れる曲をよく口ずさんでは、当時の流行り歌をたちまち覚えたが、その反面勉強が大嫌いでずる休みすることばかり、考えているような子だった。その様子を目にしていた父が、娘に好きな歌を思う存分歌える場所として、宝塚歌劇団入団を進めたのである。宝塚歌劇団、男役スターとして戦中から戦後にかけて活躍した。 宝塚歌劇団27期生。同期生に、月給夢児、音羽信子、東郷春子、王子三選手らがいる。宝塚入団時の成績は93人中73位。記憶正しく美しくのスローガンで知られる宝塚で、腰地は喫煙や門限破りをするなど異色の存在であり、不良少女というあだ名を付けられた。年月。 宝塚歌劇団、月組公演、宝塚花物語で初舞台を踏んだ。この時の役は、たくさんいる、タンポポの生のうちの一人だった。花組に所属してからは、1943年の公演、航空母艦で、老曲し広沢虎像のモノマネをして演じた森の石松が、評判となり、この頃から注目を集めるようになる。1944年、 宝塚大劇場が戦争により閉館するなど、戦況が悪化するとともに、先行きを不安視し対談する生徒が続出した。その結果、若手たちが対等し始めるのだが、その筆頭が小指示であった。この直後不良っぽさを漂わせる小指示の色気に熱烈な大人のファンがつき、花組のトップスターとなった。 終戦後、宝塚が再開した1946年の第2回花組公演で、小四が主演したミモザの花は好評を博し、楽曲は今も宝塚の代表曲の一つとして歌われている。また、ブギウギパリでレコードデビューし、戦後の宝塚で最大のヒットとなった。1950年、宝塚在籍のまま、東方映画、東京の門。 エノケンの天一いなどに出演。翌年には、第一回定劇コミックオペラ、モルガンをゆきに主演。この舞台の主演によって、コシジが国産ミュージカル女優第一号となった。同年7月31日、宝塚を退団した。最後に出演した、公演の演目は、月組公演、春の踊りである。1951年の宝塚退団後は、 1968年にフリーになるまで17年間、東方の専属スター女優として、主にミュージカルで活躍したほか、歌手としてシャンソンや映画音楽を多くカバーする。特にシャンソンにおいては、作詞家、翻訳家の岩谷時子と共に、数多くの曲を日本に紹介し、シャンソンの女王と称された。見せる歌手と評価された小指示は、同じ女性シャンソン歌手で、 聞かせる歌手と称される、岸陽子と人気を分け合った。ちなみにシャンソンを歌うきっかけとなったのは、宝塚時代にある舞台を見に来た新中軍の将校から、あなたは語る歌い手になるべきと言われたことから、1953年より解説間もない日生劇場に場を移した。リサイタルはさらに好評を博し、腰地が制御する1980年に、テアトロン賞。 1965年に第7回日本レコード、大賞歌唱賞、1968年に文化庁芸術祭奨励賞など多くの賞を受賞した。テレビ出演はほとんどしないことでも有名であったが、1964年8月31日から始まった富士テレビ系音楽番組ミュージックフェアの初代司会者でもある。また、稀に、 テレビ出演する際は、お久しぶりのテレビでございますと、視聴者や挨拶をしたこともあったという。ちなみに、映画では、市川根監督作品などに1950年代から60年代、半ばまで数本出演した。NHK 紅白歌合戦には、1952年、第2回 NHK 紅白歌合戦に、出場予定の歌手の事故被害による代役として、初出場。 当日小指示は自宅で新年会の真っ最中で出場を依頼された時は泥酔状態だったが時間が迫るとじゃあ行ってくるかと NHK へ向かい本番では見事に歌い上げたその後紅白には1969年第20回まで通算15回出場しかし1970年第21回には出場を辞退した 事態の理由は、ジーンズ姿の歌手と一緒に並んで、出るのが嫌だったから、とも伝えられた。しかし後年の岩谷の証言によれば、1月に舞台出演が多くなり、主演をしている立場として、紅白のために舞台稽古を止めて、歌合戦の稽古に出るのは、舞台人として迷惑をかけることになる。このため岩谷は、腰尻りサるの演出家である、 アサリケータに相談し、彼と伴いに NHK 会長と話し合い、卒業という形で解決したとある。その後も人気アンケートでベスト10にランクインしたこともあり、NHK からもオファーがあったものの堅タなに出場を辞退し一度も復帰することはなかった。最後の舞台コシジフの石踏み1 9八十年三月に、コシはライフアークであった高例の日生劇場での ロングリサイタルを終えると、心境を誓いとして、芝居に挑戦した。演目は、古風なコメディー、劇団民芸の重鎮、宇野重吉の演出で、小腰地と米倉正兼の二人だけの芝居であった。その経緯として、あさりによれば、ロングリサイタルとミュージカルの両輪が揃った小腰地に、岩谷と内藤から小腰地に芝居を、 シェイクスピアのマクベス夫人などはどうだろうという注文が出たが、これは少し難しく内藤と親しかった倉橋県を通じて宇野が引き受けることになったという。岩谷も小腰地とは兼ねて、より歌の傍らに念願だった芝居の勉強もしておきたいと相談しており、あさりの了承を得て古風なコメディに出演することになったと記している。古風なコメディは、 福岡で5月27日から上演され、その後東京では現実大入りの公演となり、6月5日から22日までの公演であったところ追加公演が行われた。ナオコの劇中で内藤作曲のサーカスの歌が小指示によって歌われたが、これが小指示最後の歌唱となった。闘病公演中より小指示は胃の不調を訴えていたようであり、 西部劇場にて胃の激しい痛みをこらえつつ、舞台を務めるも、公演終了直後に緊急入院。重度の胃潰瘍との診断を受け、7月8日に東京都目黒区の東京共済病院で胃の5分の4を切除する大手術を受けた。術後の復帰を目指して、リハビリに励み、その後も入退院を3回繰り返すものの、11月7日午後3時2分に死去した。 56歳没。古風なコメディの終演後わずか4ヶ月という、急性であった。実は、本当の病名は、異潰瘍ではなく、末期の胃がんで、腹膜にも多数の癌が,が転移していたが、当時本人には告知されなかった。死の直前、病床に不思議識が朦朧とする中で、常見さんにコーヒーをと、最後まで、最愛の夫を気遣った。コシは、両親と実刑を共に、 癌でなくしていることから、自身も一番癌を恐れ毎年のがん検診を欠かさなかったが、たまたま死の前年だけ多忙のため検査を先延ばしにしていたという皮肉な結果だった。死後死に化粧は、親友の一人で生前長きに渡り、交友のあった淡路稽古によって施された。葬儀の後、仮想場に向けて走っていた霊柩車が途中でコースを変えて、 小指示が幼い頃から気に入っていた中野区、旧陸軍伝神隊のコスモスの原っぱをスピードを落として走り出した。これは、自らの指揮を悟った小指示が内藤にこの原っぱの思い出話をしていたことなどから内藤が取り計らったものだという。墓所は、川崎市宮前区初山の日蓮宗初家、山本演じで内藤の墓に隣接する形で小指示の墓が建てられている。 死後、岩谷の遺行により、東京都港区元麻布にある浄土新州本願寺派、麻布山全福寺に、古寺吹雪の日と名付けられた石碑が建てられた。石碑には、代表曲、愛の参加の歌詞が刻まれている。死後、2014年に、古巣、宝塚歌劇団が、創立100周年を記念して創立された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、 伝道入りを果たした。1953年春、日本人の海外渡航が自由化されていない時代に、コシジは初めてフランス・パリへ渡る。そこで、シャンソン歌手のエディット・ピアフのステージを生で聴いたコシジは、大きな衝撃を受け、当時の日記にはエディット・ピアフを初めて聴く。オーケストラ、ジェスチャー、アレンジの素晴らしさに私は悲しい。ピアフを二度聴く。 語ることなし。私は悲しい。夜、一人泣く。悲しい。寂しい。私には何もない。私は負けた。泣く。初めてのパリで。と書き残されている。ピアフは、コシジの代表曲、愛の参加のオリジナル歌手でもあり、生涯にわたってコシジにとってシャンソン歌手としての大きな目標になった。 なおこの時のコシジの3ヶ月のパリ生活を世話したのは当時パリに滞在していた早々たる日本の文化人たちであった。コシジとピアフとは因縁めいた関係があり、コシジ夫妻が1963年にパリに旅行した際に偶然にも夫妻はピアフの訃報をホテルで聞いたのであった。ホテルのスタッフが誰彼となくピアフの死を泣きながら伝えていたことをコシジは 後年記している。また、コシジは後に、ピアフの妹シモーヌとの交流も深めたらしく、コシジが彼女と抱擁し合う写真が残されている。1971年に、コシジは、日生劇場のロングリサイタルの演目として、劇団式とともに、ドラマチックリサイタル愛の参加エディット、ピアフの生涯を作り上げ、以後コシジの十八番として、好評を博したが、それは、 このようなコシジとピアフとの不思議な縁も大いに関係していた。コシジの愛の参加との出会いには作曲家のマユズミとシローが一役買っていた。マユズミがパリのコンセルバトワールに留学している時にとてもいい歌だからぜひ歌ったらとパリからコシジに譜面を送ってきたのだという。その後実際にコシジが歌ったのは1952年9月の日劇のショー。 パリの歌において出会った。双葉明子の代役で、ショーに出演することになった小指示に、愛の参加を進めたのは、くしくも当初の音楽監督を務めていたマユズミで、あった。岩谷は、期日の迫る中で、戦後日本を代表する作曲家であり、フランス語に長けたマユズミの弾くピアノと彼による歌詞の訳を聞きながら、愛の参加の日本語詞を完成させ、 これが彼女の最初の薬師作品となった。星地は初めてのパリ行からの帰国後の1953年に第1回リサイタルを東京銀座のヤマハホールで開催した。以後はほぼ年に1回のペースでヤマハホールを拠点にリサイタルを開催し、1965年から日清劇場での開催を始めその後芸能界の歴史に残るリサイタルとなった。 1> 第1回当初は2から3日の公演だったがその後大きな反響を呼び、1968年には公演期間は11日間に延び、1969年からは空前絶後の約1ヶ月に及ぶロングリサイタルとなった。1970年代当時、最もチケットの入手が困難なライブステージの一つとも言われた。1972年以降はほぼ春。 秋に公演され、秋の公演後は、全国縦断公演も行った。腰地の歌唱は年々進化、進化していったが、その最大の功績者の一人は、ロングリサイタルの演出家であった、アサリケータと言ってよいだろう。リサイタルには1966年から劇団式の演出家である、アサリケータが関わったが、当初は、腰地の所属先であった東方との関係からアサリが、 全面に出ることはなかった。その後は、アサリの演出、日本ゼネラルアーツの制作により、コシジの死去する1980年までリサイタルを支えた。また、音楽構成は、コシジの夫である、作曲家の内藤常美が務め、舞台装置は、金森香る、照明は、吉泉を、また演奏には、ジョージ川口らが加わり、最高のスタッフ陣が、 ロングリサイタルを支えたことは特筆すべきことである。ロングリサイタルでは、コシジが単独で、歌い演ずる形式だけではなく、ドラマチックリサイタルと称する意欲的な作品も制作された。これは、シジ吹雪と劇団式とのタイアップで行われた。その最大のヒット作は1971年初演の愛の参加、エディット・ピアフの生涯であり、 コシジが亡くなる前年の1979年までロングリサイタルの一演目として再演された。その内容とはピアフを演ずるコシジとギリシア古典劇のコロス様に扮した劇団式の俳優陣とが愛好をしつつピアフの名曲約20曲でピアフの生涯を劇的に描くものであった。式による三つの鐘の大合唱で幕を開けて出生、結婚、 死という人生で鳴り響く三度の鐘をモチーフにして、ピアフの生涯が綴られた。第一幕は、ピアフの首相から始まる。コール冬の真夜中に、パリの路上で産み落とされた、ピアフ。その不幸な少女は、街で歌いやがてスターに、しかし、殺人の疑惑をかけられ転落。その後復活した彼女は、ドイツ占領からパリ解放に喜ぶパリ市民と、 高らかに、ラ・マルセイエーズを歌い上げて幕。く。第二幕は、戦後アメリカで人気を博した、ピアフのバラ色の人生で幕を上げる。ボクシングの世界チャンピオンであるマルセル・セルダンとの恋、そして悲しい別れ、その後薬物中毒に落ちるピアフ、やがて復活、ギリシアの年若い手をさらぽとの新たな恋、そして彼との、結婚。 しかし病魔に蝕まれていたピアフはテオに見取られながら永遠の眠りにつく。ペールラシエーズ墓地に埋葬されるピアフを何万人ものパリ市民が見送る。ピアフの魂を安らげる鐘が鳴り響き、愛の三家の大合唱へと変わり幕が閉じる。劇中でピアフの最愛の恋人マルセル・セルダンの突然の事故死を受けて絶望の中で、 マルセルの霊を慰め永遠の愛を込めてコシジが歌った愛の参歌」は、悲痛さと魂の清らかさを表現した絶唱として、ノワールの愛の参歌、世界で最も感動的な愛の参歌かもしれないとの評価を得ている。その他のドラマチックリサイタルとしては、1975年春の恋の七章がある。また、コシジ最後のリサイタルとなった1980年春の スペシャルリサイタルも第一部は劇団四季との共演であった。これらの腰地と劇団四季との共演が今日の四季ミュージカルの基盤となったであろうことも指摘できるだろう。腰地の活躍の裏にはマネージャーとして最後まで支え、21世紀に入っても現役で活躍していた岩谷時子の存在が大きかった。腰地が15歳の頃、 宝塚出版部に勤めていた岩谷と知り合い行き、統合し、その後小四治が宝塚を辞めた際に、岩谷も一緒に退社。共に上京した後東方に所属し、岩谷は東方の社員として席を置いたまま小四治のマネージャーも務めた。その後作詞家として成功を収めた後も、岩谷は自分の本業を聞かれるび、小四治吹雪のマネージャーと答えていた。 宝塚時代の小指示と岩谷が初めて接触したのは新人だった小指示が自分のサインの見本を書いてほしいと岩谷に相談を持ちかけた時だった。この時二人で作ったサインを小指示は終生使い続け、彼女が忙しくなってからは岩谷が代筆することもよくあったという。その後、岩谷は気づけば小指示の付き人の役割を担っており、ある日の舞台が終わった後、 小指示は、不器用ながらも小道具の手入れをする岩谷を見て、時子さんもどこか抜けているし、私も抜けている、二人で、やっと一人前だよねと言ったという。宝塚時代から、靴や洋服など欲しいものがあればどんどん買ってしまい、よく給料を前借りしていた小指示は、東方に移籍するときには、過激弾に借金が残っていた。その浪費癖を重々承知していた岩谷は、 1978年、コシジがパリにアルバムのレコーディングに赴くにあたり、レコード会社の担当ディレクターに足りなくなったら使ってほしいと、こっそり現金を託したという話も残っている。また岩谷はマネージャー業の傍ら、コシジの日本語でしか歌いたくないという求めに応じて、シャンソンなど外国局の訳詞を担当。コシジの代表曲である愛の参加。 ラストダンスは私に、サントはマミー、ロクデナシなどは岩谷の優れた役師によりヒットへ導かれた。小四字が亡くなるまで約30年間にわたりマネージャーを務めた岩谷だが小四字のことが好きで支えていたと語り、マネージャーとしての報酬は一切受け取っていなかったという。小四がこの要さる数ヶ月前、胃の手術のため入院した際、 もう一度彼女を舞台に立たせたいと強く願っていた岩谷は闘病中の彼女から睡眠薬とタバコを取り上げることに懸命だった。それにもかかわらず、夫の内藤は妻である小四字が病床でタバコを吸っていてもずっと多めに見ていたという。今の小四字には厳しい愛が必要だと考えていた岩谷にとって、これは許しがたいことであった。三度目の入院を前に、 岩谷は、小指示の元を訪れた際に、内藤さん、あなたに甘すぎるんじゃないの。あなたもあなたよ。睡眠薬もタバコもやめなけりゃ、胃の痛みは治らないって、お医者様もおっしゃったでしょう。もし今後もあなたが私の言うことを守れないのなら、あなたの仕事は一切手を引かせてもらうわよ。と叱責する一方、一対一で説得。その日、以来、小指示は睡眠薬もタバコも、 一切止めたという。アサリは、コシジを、シャントゥーズ・レアリストと表し、心の中の愛や悲しみ、祈りを見事に歌う、歌手、感性の中にものすごいひらめきと、詩的な部分を持っている人であったと語っている。岩谷は、アサリがコシジに一つ一つの歌の意味を教えドラマとして、作り上げていく過程を振り返り、アサリとコシジは、芸術家として心が深く通い合っていたこと。 アサリとの仕事が、コシジの人生で最高の時であったと解雇しているコシジへの稽古がどう進められていたのかについて、アサリ自身はこう語っている。稽古していてつくづく感じるのですが、コシジさんという人は実に苦しむ人なんです。こういう話はこれまで公開したことはないのですが、この3年くらい彼女は苦しんでいます。例えば愛の参加を稽古していて、 あなたの燃える手で私を抱きしめてと歌いますね。これを彼女はもう何千回も歌っているわけでしょう。ところが当の彼女だけがこの歌に対して歌うたびに白紙の状態なんです。稽古場で一人自分の手を見つめたり恋する人の手というものを想定しながらあなたの燃える手であなたの燃える手でと繰り返している。これはどういうイメージなんだろうと苦しんでいる。 愛の参加にしても、サントアマミにしても、あれだけ歌い込んでいて、難しい、どうやって歌おうかということなんです。見ていると痛々しい感じがする。しかし、この辺に、腰地吹雪の芸というものの秘密があるのではないかと思います。演出家というものは、俳優の苦しみの承認なんでしょうね。僕は、黙って、稽古を聞きながら、 そこのイメージはこうではないか。そこはあなたの求めているイメージとちょっとずれたとかアドバイスしてあげるわけだけど、一曲やるのに一時間くらいかかる。歌詞からじっくり掘り起こしていくということですからね。二人だけで数時間稽古して、終わるとげっそりしている、くたくたになっているわけですね。とにかく、彼女の芸に対する執着、考え方は、実に過酷で、見ていて気の毒になります。 もっと、いい気持ちになったっていいんじゃないかという気もします。しかし、自らを災難で行く努力、ある意味では幸福であることを拒むその姿勢が、腰地吹雪のあの栄光を支えているのだと思います。私生活では1959年秋作曲家の内藤常美と35歳で結婚、夫妻に恋はなかったが彼とは、腰地の成居まで連れ添った。内藤は腰地が亡くなるまで、リサイタルや、 ディナーショーの構成、作曲、編曲、指揮などを手掛けた。結婚前は恋を大きを女として、名を馳せた、コシジだが、結婚後は尽くす女となり、プライベートでは家事の一切を彼女が仕切り、特に掃除の腕前は素晴らしかったという。独身時代、三島由紀夫の恋人だったことがあり、三島の母は、息子がコシジと結婚するものと思い込んでいたようである。しかし、 マスコミによって、結婚報道が報じられた小指示と、三島は対談してその噂を笑い飛ばし、マスメディアを煙に巻いた。また、小指示は三島が書いた、戯曲、女は占領されないの主役、いつ子を演じ、彼の命日に毎年行われている追悼集会、有国期の発起人にも名を連ねていた。佐藤栄作元首相夫人の佐藤広子は、小指示のファンの一人で、 コシジフブキ演会会長を引き受けていた。コシは人の面倒みが良く多くの芸能人から慕われた。宝塚歌劇団在団時同期生である月給ゆめじが抜きんでた美貌を嫉妬されて他の生徒から深刻ないじめにあっていたが見かねたコシに救われたことを月給本人が後年になって明かしている。また宝塚 OG 枠を超えて国民的人気を博し、 ミソラヒバリ吉ヨシナガ・サユリと並んで女性アイドルの源流と見る向きもある。星地は舞台の観客に最高のステージを見てもらうために、コンディション調整を欠かさず、舞台に上がる時間から逆算し、起床時間、食事の時間、劇場入りの時間などを決定し、全ステージを見据えた生活リズムを取るため、いつ舞台があり、その稽古は何日前からか、 それには何キログラム増やしておくか等々、一年を通じて舞台のために日常を過ごすことを常としていた。着物座った女性と思われがちだが、徹底したプロ意識の一方、開演前の舞台袖では過度の緊張から常に全身を震わせていた。宝塚時代から不眠に苦しみ、毎晩の睡眠薬とタバコが手放せなかった。日劇のリサイタルの直前にも、 緊張を紛らせるためにタバコをくすぶらせ、コーヒーを飲んだ後で本番に臨んでいた。さらにステージに出る際は緊張も極限に達し、マネージャーの岩谷から背中に指で虎と書いてもらい、あなたは虎、何も怖いものはないと暗示をかけてもらってからステージに向かっていた。岩谷時子音楽文化振興財団理事で、音楽プロデューサーの草野幸二によると、小四寺は、 レコードのスタジオ録音を好まなかったとのこと。自らを舞台の歌い手と考えるジンには、できれば舞台を見に来てほしい。見に来られないならば舞台のレコードを聴いて、との強い思いがあったとされる。ファッション好きで舞台衣装としても着用していたニナリッチの本店にはジンの銅の木型がある。バッグが大好きでエルメスやルイ・ビトン、フェンディなどを愛用していた。また、 パリのエルメス本店で革の手袋を購入する際に全員色いただくわ。といった話は有名である。ちなみに、パリの有名店ではマダム内藤で通っていた。さらに、無類の香水好きで、生涯で購入した香水台は、外車一台と同じくらいとされる。一部では日本でパンタロンを流行らせた人物とも言われている。喫煙者であったことでも知られ、好きだったタバコの銘柄はラーク。 すべて、東芝音楽工業宝塚時代1948年7月、宝塚歌劇団花組公演、オペレッタ、再び君が胸に、宝塚対談を、バスストップでシェリーを演じる、腰地吹雪腰地吹雪、出演歴、かっこない回数は、昭和28年第1回リサイタルからの、通算回数であるレコード音源あり、ビデオ映像あり日生劇場の春、 秋のリサイタルと共に恒例だったのがディナーショーであった。ここではあくまでわかる限りの記録である。前日の通りミュージックフェア以外はほとんどテレビ出演しないことで有名だったが年に数回は出演していた。ここでもあくまでもわかる限りの記録である。ありがとうございます。